こんにちは。仕事に直結するプロライター養成塾の橋本彩子です。今日はライティングのお見積もりの出し方っていうテーマでお伝えをさせていただきます。プロライター養成塾ではですね、実際にお客様にお見積もりを出すためのワークを行っているんですけれども、初めてライターの仕事をする方とか、あと初心者ライターさんでお見積もりに悩むケースってまあたくさんあるんですけれども、まあ、そういった時にどういう基準でお見積もりを出せばいいかっていうことをお伝えをさせていただきます。ネット上でクラウドソーシングサイトとかでよく募集されているライターの仕事って金額がまちまちかなと思うんですけれども、まあ、中にはものすごく安い仕事もあります。1記事200円とか300円とか、あとはまあ初心者さんだと1文字1円とか、そういった形が相場になってくるのかなと思うんですけれども、ライティングの相場って合ってないようなものなのかなと私は考えています。中には飲食店でアルバイトした方が割がいいんじゃないのって思うような仕事もあるんですけど、まあ、そういう仕事ばっかりしてると、まあ、どんどんなんか自分の価値が下がっていってしまいますので、まあ、安い仕事っていうのはなるべく早く卒業した方がいいんじゃないかなと思います。お見積もりを出す上で知っておいた方がいいのが自分の時給です。時給ってどうやって出すかっていうと、自分のスキルとか経験値とか、あと生活していくためにどのぐらいのお金が必要なのか、まあ、そういったことを照らし合わせて見積もり金額を決めていくんですけれども、希望時給ってどうやって考えるかっていうと、1ヶ月の生活費でいくら必要なのか、専業ライターさんで、まあ、例えば東京で一人暮らしをしていて月収、まあ、月の手取りで30万円ぐらい欲しいよっていう場合だったら、まあ、30万円が欲しい月給だとします。そこから時給を考えていくんですけれども、その時給っていうのは1日どのぐらい働くかっていうのと、1ヶ月何日ぐらい働くかっていうことで出てくるんですけれども、30万円だった場合で1日8時間働いた場合で、20日間週休2日で週5日ですよね、20日間働いた場合だったとしたら、1ヶ月の労働時間は160時間です。で、30万円を1ヶ月の労働時間の160時間で割ったら1875円という数字が出ました。これが時給にしていいんです。で、そんな経験もないのに勝手に時給決めていいのって思われるかもしれないんですけど、まあ、それ別にダメっていうルールないので、欲しい金額を人間って引き寄せるようにできてるんですよね。じゃないと永遠にお金って増えないし、まあ、自分の価値が上がらない。自分の時給を高く設定したら、その高く設定した現実に近づくためにいろんな努力をすると思うんですよね。例えば自分は時給が3000円ですっていう、まあ、セルフイメージがあったら、時給3000円の自分っていうことを意識して、まあ、いろんな努力をすると思うんですよ。時給3000円のライターだったらこんなことしないだろうなとか、まあ、そういったことも分かってくるかなと思うので、なので、まあ、自分の時給自分で決めていいです。で、その決めた時給にセルフイメージを合わせて、そのセルフイメージに合った努力をしていくっていうことが大事です。もしなんかそのお客さんとのやり取りでものすごい安い金額を出されてしまったら、まあ、時給と照らし合わせて考える、まあ、最初のうちはどのぐらいの時間がかかるかって分かんないかもしれないんですけれども、例えば取材とかも含めて丸2日間かかる仕事であれば、1日8時間働く人で時給が1875円だったとしたら、1875×16時間なので3万円という計算になりましたので、時給1875円の人が丸2日間、1日8時間かける2日かかる仕事であれば、まあ、最低3万円でお見積もりを出すっていうふうに自分の価値を設定していただければと思います。最初のうちはですね、そのなかなか思い通りにならないこともあるかなと思うんですけれども、でも自分の収入を上げていくためには自分の価値を上げるっていうことがとっても大事ですので、まあ、そういったこともプロライター養成塾の初心者営業コースでお伝えしますので、まあ、もし養成塾に興味がある方はコメント欄から詳細をご覧になってみてください。あと、このチャンネルの登録もよろしくお願いします。